マホヘルムも頑張ってんなーと思います。青の身風呂1話を見ましたので語っておこうかなと思います。あくまで1話の感想ですけど、まあ、かなり期待が持てる1話だったんじゃないかなと。まあ、この作品は週刊少年マガジンで連載されていて、いわゆる幕末の新選組ものですね。うん。まあ、新選組になるのは第2部なんだけど、まあ、新選組編なので、で主人公のチリヌ・ニオという少年がいるんだけど、まあ、このキャラがオリジナルキャラクターで、まあ、ぶっちゃけ夢女子ものじゃないかなと。ニオは男の子なんだけど、新選組ものにオリジナルキャラクターを投入してあれこれやっていくっていう流れは、まあ、夢女子の系譜に繋がってるらしくて、逆に言えば手垢のついた題材ではあるけど王道的な話かなと思います。ということで、オリジナルキャラクターのニオくんが幕末の、まあ、過酷な環境を変えるために身風呂の土方歳三と沖田総司に拾われることで、まあ、新選組の前身である身風呂に入るという話ですね。まあ、これ連続2クールらしいんですけど、マホフィルムさんがそこまで持つのかどうか次第かな。うん。ただ1話の時点では、まあ、悪くはなかったかなと思います。というか、マホフィルムさんやっぱ良くも悪くも朝アニメや夕方アニメで長く続ける代わりに作画は量産型で枚数も多くはないけど、まあ、長く続けていくというところが重要なんじゃないかなと。というか、あそこの作り方って明らかに朝や夕方の作り方だから、まあ、そういう意味では水に合った作りになってんじゃないかなと思うし、まあ、さすがに毎番組のヒロアカと比べたらかわいそうだから、あれに勝てるというか、あれに太刀打ちできるアニメ作画なんてほとんどないからね。まるで集英社と講談社の力関係なんだけど、まあそんなもんですよ。まあ2クールちゃんと持つのかどうかって不安はあるけど、これを維持できるんだったらまあ十分だと思うし、今年というか今期のマホフィルムさんはまあ頑張ってると思います。そこは素直に期待したいと思うし、悪女になりたいアレシア様の方もまあ悪くはないですしね。うん。ということで、マホフィルムさん頑張ってほしいですね、本当これ。